初夏の鬼怒川にやってまいりましたね。もうここにムシムシしてますね。そんな中、季節の中で大きなヤマメが狙える一つのタイミングとしてこの梅雨時期があります。今日もどんよりとしたね、曇り空。今来てるのは下流域、もちろん下流ということで初夏水温が高いですよね。ですから20度になる前の朝一番ちょっと狙って、それから水温の低い上流に行きたいと思います。鬼怒川の特徴として主に3つの大きな堰があります。上流域にはさぬき堰堤、そして中間で岡本、そしてまたその下流にもう一つありますね。そんなところで水取りをしているので、上流域の方が水量があります。水量があるということは水温も低いですよね。ですから初夏はそんなところもポイントになります。朝ですけども水温が随分高いですよね。そんなところはこの流れ込み酸素の量が多いところ、そして水量少ないですよね。水量少ないのでこういった流れ込みのところ、落ち込み、そんなところにいます。朝の1投目で流れの速さとかちょっと見ますね。少し早く流れてしまうので重りを一つ足します。初夏でこういったね、渇水になってくると流れ込みはいいんですが、こういった初期に釣るようなポイント、こういったところは酸素量も少なくて活性が悪くて釣りも難しいし、魚も活性が上がってない。だからとりあえずは流しますけど、この活水の状況では厳しいですね。だから何頭か流して終わりにします。障害物があると、でやや重りを重たくして、うわ、そんなに、まあヤマメですね。やっぱり落ち込みのところにいたやつです。ほい、はい、ずいぶんね、こういうバシャ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 するタイプの子です。で、おお、これがやばい。まだ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 、まあ朝一番のヤマメ。ラインは大物用に今張ってるのは 0.85 で太いです。ですから余裕ありますね。落ち込みのすぐのところに入ってたヤマメです。あらねえ、まあいい感じの朝です。このはね、幅広ですね。リリースするのに、魚体を触るのにね、やけどしないよう。幅広で、いい魚です。今ね、バシャバシャと暴れてたのは、ここ見てください。ラインが珍しいことに、回り込んでるんですよね、下顎のところ。針がこちらの向きです。ですからほら、こんな感じで細いラインだったら一発で切られてますよね。まあこういったことも珍しいですけど、ですから大物を釣るときには太めのラインを使う。今みたいに一回転回ってるときにはもう細いライン切れてしまうので、そういったところも大物を狙うにはタックルも大事。ほら尻尾もね、ほら美しい尺神ヤマメ、両手で持てる太いやつですね。
やはり狙ったように背落ちですよね。この太いお腹見てください、ね、この幅。はい、リリースです。やはりね、早朝背落ち、そして水深が徐々に深くなっている駆け上がり、そんなところが一つのポイントになりました。